おはようございます。元バンディット 400V です。2022年2月19日土曜日7時19分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。ちょっと寒さが和らいだ感じというか、和らいでますね今日は。先週産油国の影響力のお話しました。で、スケール違うんですけども、なんかそれで思い出したんで、今日は似たような、話をしていきます。関西圏のお話で、県民省でもたびたび取り上げられてるんで、あるあるだと思うんですけども、滋賀県の話です。もうわかると思うんですけども、で私東北出身で、関西っていうと、大阪兵庫っていうのは有名だと思ってました。で奈良と滋賀もそれなりに知ってたんで、どっちかっていうと和歌山っていうところの方がマイナーっていうんじゃないんですけども、情報をあまり持ってないっていう印象でしたね。関西で大きな括りで言うと。で、この関西の人が、よくバカにするみたいなんですけども、奈良は何もないと。で、滋賀は琵琶湖しかないと、いうことなんですけども、でこの滋賀県民が、他県からそのバカにされるとよく言うのが、琵琶湖の水を止めたるぞと、いうことで、反撃すると。なんていうんだろう、確かにもし、水止められたらやっぱりきついよなと、要は断水と同じ状況になっちゃうのは、それはものすごい、大変なことなんで、影響力はでかいのかなとは思うんで、産油国が石油の輸出止めるとか、そこまで言わなくても、石油の使用がすごく国際的に増えているのに、増産しない、あるいは逆に減産するとかですね、っていうその影響力、にすごく似てるなと思って今話してます。でその県民省での情報だと、その琵琶湖から流れる水を制御するそのなんか門があるらしいんですけども、どうもそこの管理はその滋賀県じゃなくて国が管理してるみたいで、だから滋賀県が勝手にその門を閉じて、他県っていうかその関西圏に水を流さないということはどうもできないらしいんですけどね。でも言いたくなりますよね、そんだけバカにされてたら、というお話で、あともう一個、これもまた政治の話なんですが、2回前の元ブログ
だったと思うんですけども、官邸に報告に来いっていうのは情けないぞっていうお話したんですけども、まあ、それに通じるっていうか、それと、まあ、同じ話なんですけども、その聞く力というのをかなり、自慢じゃないけども岸田さん の、いいところだということでやってきてますが、なんだろう、あまりにもその政策をコロコロ周りの意見聞いてコロコロ変えるっていうのは聞く力よりも、もうそもそも その政策立案能力がボロボロだっていうのを露呈しちゃってるなというふうにみんなもう思ってんじゃねえのかなと。そろそろその、まあ、聞く力は当然必要ですけども、事前にちゃんと聞いて物事決める前に、こういうふうな政策やったらどうなるんだっていう想像力、それと状況を確認してから決めないと、もう呆れられてますよね多分。一時子育て世帯への給付金で現金給付も OK にしたっていう政策変更は国民の世論調査では良かったっていう印象で、支持率も上がったみたいなんですけども、まあね、それやり続けたらどうなるかっていうのは分かると思うんですけどね。はい、今回のモトブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。